今日は先月号の剣道日本ね、2020年の8月号ね、こうやって見てたらね、ちょっと面白い記事あったんですよ。ぜひね、聞いてください。めちゃくちゃ面白いですよ。百州武道具店の動画。こんにちは、百州ブログ店の上です。やってますか？おー、今日は先月号の剣道日本ね、2020年の8月号ね、こうやって見てたらね、ちょっと面白い記事あったんですよ。それは剣道漫画剣に漕ぐっていうのがあってね、それが今ね大流行りしてんだって。でそれの作者の朝岡淑先生に剣道日本がインタビューしましたっていう、そういう記事を読んでたんですね。これぜひね聞いてください。めちゃくちゃ面白いですよ。それでね、この剣に漕ぐっていう漫画なんだけど、面白いのよ。面白いんだけど、ちょっと変わってて、本屋さん行っても売ってないんです。本屋さん行っても売ってない。なぜなら、単行本とかコミックとかになってないから。じゃあどうやって読むのかっていうと、携帯、スマホで無料で漫画が読めるサイコミっていうアプリがあって、でそこでパラパラ読むんですよ。だから無料なのね、無料。でもこれちょっと仕組みがあって、1日待てば1話読めるよ、1日待てば1話読めるよ、こうやってなんか読んでいくらしいんですよ。でも僕はそういうの待てないタイプなんで、Amazon の Kindle 電子書籍だったらもう単行本になってるんでね、これを僕は4冊まとめて買って読みました。なんかちょっともう変わってるでしょ。それでね、ここからが本題なんだけど、今この剣に漕ぐっていう剣道漫画がこの無料のね、そのサイコミっていうアプリの中でもう大人気なんだって。いくら無料でもつまんないものって読みたくないじゃない。でもこれ今大人気。どのぐらい大人気かっていうと、まあ他にもいろんな漫画ありますよ。もうサッカーだったり野球だったりいろんな漫画ある中で、その水曜日の枠の中で今この剣道漫画が第1位ですね。これ聞いた段階で僕はもうね、 Amazon で4冊買ってました。え、剣道漫画が第1位。もうだって、だから剣道やってない人が読んでるんですよ。やってない人が読んで面白いってなってる。もうこれ読まなきゃいけないよね。まあね、驚いたのはね、そのポチする時の Amazon で買う時の星の評価の数なんですよ。全部5、5、5、1巻、2巻、3巻、4巻、全部星5なんですよ。そんな漫画見たことないわって。僕の大好きなね、キングダムでも 4. 点いくつですよ。5全部、しかも評価も1個や2個じゃなくて8とか9とかね、それがついてるのがみんな5なんですよ。だからね、剣道やってる人はね、これ読まなきゃダメで、読んでみたら、なんで他のスポーツ漫画を抑えてランキング1位なのかよく分かりました。まあ過去にもね、こういう剣道漫画っていくつかあったと思うんですよ。あんまり読んでないんだけど、でもそういうのね、パラパラ見た時に僕が一番つまんないなって思うのは、やっぱりね、実際の剣道でありえない技とかありえない設定とかされるとね、いや読んでてね、これね、感情移入できないというか、いやこんなの剣道じゃないじゃんっていうのが、これも引っかかっちゃって、それでなんかつまんなくなっちゃうんだよね。気持ちが冷めちゃって、それで結果剣道を経験してる人もなんかがっかりしちゃって読まなくなるんじゃないかなって思うんですよ。そこはね、この剣に漕ぐ、ご安心ください。なんとこの作者の朝岡先生、剣道三段、細かいところまでこだわって書いてくれてます。例えばこの主人公の名前、主人公の名前は拝島良一って言うんだけど、このモデルになった人はご存知、警視庁の内村良一先生、早く手。そしてその主人公の先生役、小宮直樹って言うんだけど、この直樹モデルになった人は北海道警察の映画直樹先生、はい、拍手。ここまで聞くと剣道やってる人だったらちょっと気になるよね。お、なんか分かってるねみたいになっちゃうよね。他にもね、なんか一言で言うと、この作者の先生の剣道愛が溢れてる漫画なんですよね。一言で言うとすごいリアルなの。例えば顧問の先生が道場に入るときに一礼するんですよ。一礼して入ってくるの。そんな漫画見たことある？他にもね、例えば試合中に相互の礼をして3歩入って尊虚、こんな漫画見たことある？そんな3歩入って尊虚なんて、だってストーリー関係ないじゃない。関係ないから省くと思うんだけど、剣道やってる人からするとそこ省いてほしくないとこなんだよね。それがリアルなんですよ。他にも、例えばその試合のシーンだと、剣道ってこう面かぶってるじゃない。面かぶってるとこう面がねがあって表情見にくいよね。だから、その表情をそこは見やすくするために、あえて突然この面がねの本数が少なくなったりします。それでもちゃんと表情はわかるように書くんだけど、試合中は会話をしないとか。
そういうとこもこだわって実際の剣道みたいに書いてくれてるんですよ。すっごいリアルなの。あえて入れる、あえて省く、この辺がやっぱりね、剣道経験者の先生が書いた漫画だなっていう感じがしました。それでね、特に僕が好きなのは、まあ、絵がねすごく綺麗っていうのもあるんだけど、その中で特に好きなのは面紐の描き方なんですよ。面紐の描き方、何がって思うでしょ。面紐の長さは40センチ以内にしてください。剣道やってる人だったら誰でも知ってます。でもこのね、浅岡先生知っててよ、あえて知ってて面紐を長く描いてるんです。これどういうことかっていうと、主人公とか、出てくる人が何かやるために面紐がねブワッサーブワッサーってなるの。これがねすごい躍動感を与えてて、例えばね、イメージで言うと鬼滅の刃とかで水の呼吸とかってやるとさ、こう水がうわーって出たりとか泡がうわーって出たりするじゃない。あんな感じでブワッサーってこう面紐がなってる。いや、これも見てとしか言いようがないんだけど、それぐらいねかっこいいです。まあ、あれ、あの水とか泡の動きを面紐がやってるってイメージかな。だからこの、だからこの漫画読むと、あ、ちゃんと面紐長さ揃えて縛ろうかなって思いました。面紐大事だなって思います。いや、ほんとね、なんかやる気出ます、この漫画読むと。いや、これ読むだけで強くなる、読むだけでやる気出て上手くなるんじゃないかなっていう感じですよね。ほんとね、まあ、このリラックスしてたまには剣道漫画でも読んでください。以上が、剣に漕ぐ剣道漫画がすごい大人気の動画になります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。